何をしに来たの？お前は連れ戻しに来た。何度も言わせないで。私、父ちゃんとか母ちゃんとかが心配してる。みんなのお前のことを。勝手なこと言わないで。 私のお父さんは、それに、私のお母さんは、もう、ちょっと待てってばよ。母ちゃんがいなくなると。
までついて、お前を連れ戻すまでだ。無駄なのに。なんでそこまで意地になってるんだよ。そんなに死にてえのかよ。さっきまだ母ちゃんがいるって言ったよな。お前の母ちゃんってば絶対心配してるってばよ。何も知らないくせに、私のこと何も知らないくせに偉そうなこと言わないで。どういうことだ。おい、どういうことなんだよ。あの枝を真剣に見つめて、何やってんだ。ダメ、これじゃ。おい、ついてこな。待て、生贄になるなんてやめろ。生贄にならなくても村を助ける方法がある。私は、え、母さんだからま、ここまでだ。なんだってばよ。こんな壁だ。はっ。
よっと